はい、皆様おはようございます。キスジャガーです。2020年4月の24日何曜日、金曜日6時5分です。おはようございます。はい、今高速入ります。こちらはですね、阪神高速5号湾岸線神戸方面行きに走ります。尼崎東海岸という入り口から乗りました。今本日の車両は新車からね、半年ぐらいかな、一番新しいイスズのトラックです。今日はトレーラーではなく、ミッションなんですけどね、この最新型のイスズのミッションはね、あのローギアハイギアがあって、あの叩いて入れ替えないかんのですよね、そのローとハイを。言うてもわからんだろうけど、これがまたすごく邪魔くさい。なんでこんなものを作ったんかなみたいな。ハイに入ってたわ。本線入りました。阪神高速5号湾岸線、大阪から神戸の方に向いて走ります。まず尼崎末広出口、末広インター出口です。制限速度80キロです。阪神高速5号湾岸線西向き、神戸方面行き、尼崎末広インター出口を越えて間もなく左手、尼崎末広インター入り口になります。6時7分かな。第二神明明石西まで行きましょうか。そしたら今日姫路 の市街地ではなく姫路の山奥まで行くんですけれども、ね、なんとか村っていうところ行くんですけれども、そこまでやりません。2時間半ぐらいか、まあ2時間弱かかるので、一旦明石西で切って、加古川バイパスと姫路バイパス万端道はもう一本の動画でやろうかと思います。尼崎末広の次が鳴尾浜です。鳴尾浜はね、向こう側女子大のグラウンドとかがあったり、阪神タイガース2軍のグラウンドがあるかな、野球場があります。はい、鳴尾浜出口です。鳴尾浜に入り口はございません。入り口はね、甲子園浜にあるんですよね。まだちょっと先になります。鳴尾浜出口6時8分です。阪神高速5号湾岸線、おそらく全線ずっと80キロかと思います、制限速度。終点のね、あの六甲アイランド北の寸前ぐらいで60になったり40になったりするかもしれません。この本線走ってる限りではずっと80キロかと思います。コンテナのシャーシからの骨、名古屋ナンバーですね。遠くから来てるね。神戸ナンバーとか、その堺とか泉ナンバーかなと思ってたら、まあ何話もあるんでしょうけど、
遠くから来てるのか、その全国チェーンの会社で骨だけこっちに来てるとか、そんなんですかね。タイプで今急速、この車は急速ミッションなんですよね。マニュアルミッション、マニュアルトランスミッションで、急速を普通のエッジパターンで切ってるんじゃないんですよ。 1,2,3,4,5 をローギア、 6,7,8,9 をハイギアって分かれてまして、あのニュートラル状態の時にあの左に叩いたらローギアに入るんですよ。結構バコンと叩くんですけども、で右側に叩いたらハイギアに入るみたいな。だからね、これこうやって80キロ近くで走ってて急に前が混んでるから言って40キロとかに落ちた時にローギアに落とさないといけないんですが、落とし忘れるとあのとんでもないことになるんですよね。ちょうど40キロから50キロの境目ぐらいで渋滞してあの進んだり止まったりするような感じやったらややこしいんですけれども、はい、すいません。西宮浜出口6時11分、甲子園浜をお伝えするの忘れてました。またちょっとテロップ入れますか。そしたらね、で続きというかこれ途切れたら意味わからんか。40キロから50キロの間ぐらいでローギアとハイギアの切り替わりがありまして、一つ一つのギアがね、あのスピードの幅が全然ないんですよ。40キロから45キロまでだけのために5速ギアが存在するぐらいの感じで、46キロから上は6速ギアに入れてくれよみたいな、そんな時に45、6キロをまたぐ感じであの渋滞とかでトロトロ走りますと、ローギア、ハイギアをしょっちゅうしょっちゅうあのガン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 入れ替えないといけないんですよね。しょうもないこと作ったなと思って。これ今時ね、あのトラックでもその長距離乗ったりもあるやろうし、運転手の負担軽減するためにいろんなハイテクがついたり、まあオートクルーズは昔からあったけども、ハイテクがついたりなんやかんやして負担軽減負担軽減でやってんのに、こんな時代に逆らったことないなと思って。もうトレーラーとかでもみんなオートマになっていってんのにね。はい、南芦屋浜のパーキングエリア、こちらは料金所が撤廃されて新しくできました。綺麗でしょ。大して台数止めれませんけれどもね、もともと料金所があったんですよ、本線料金所ね。ちょっとうちの会社はね、トラックタイプはイスズばっかりで、トレーラーは日産ディーゼル UD ばっかりで、三菱ふそうであるとか日野自動車ね、そういうあのメジャーなトラックメーカーのやつはちょっとないんですけれども、古い車ね、あの中古車で持ってきたやつとかいうのは日野のやつとかあるんですけれども、ふそうだけないか、三菱だけうちないんですけれども、これは南芦屋浜の入り口です。西宮浜ではございません。南芦屋浜入り口合流、でこれ新車でね、まだ半年経ってるか経ってへんかぐらいで新しいんですけれども、このミッションね、マニュアルミッションなんはもうオートマじゃなくても別にいいけど、ローギア、ハイギアってこれいらんこと、誰が考えたんやろね、こんないらんことね。本当にあかんで、イスズあかんでって言ったらあれやけど、深江浜の出口、深江浜インター出口です。深江浜は出口入り口両方ございます。あの最近っていうかね、あの ETC の仕組みが変わって、 ETC じゃないな、阪神高速の、 あの料金体系が、まあ、最近って言っても、ここ1、2年か2、3年かで、まあ、もうちょっと前からか、3、4年ぐらいか、
料金体系変わりましたよね。今まで区間料金でね、700円でどこまでか行って、ほんでまた次の区間行くんやったらまた700円とか、そんな感じだったと思いますけれども、新体系のやつは、区間料金じゃなくて、距離料金になって、ETC で走った分だけ払うみたいになってるんですよね。なので、今までは乗り継ぎ所まで何が何でも行ってたんですよ。今から乗り継ぎ所まで行くんですけれども、まあ、乗り継ぎ所まで行かないと、別料金というか、もう一回払い直さないといけなくなるから、乗り継ぎで、ね、そのままの料金で、先まで行けるっていう仕組みを使わないと損だからということで、ここのね、一番右車線、これ住吉浜出口っていうところを経由で、マヤインター入り口に行くんですけれども、乗り継ぎにね、この一番右車線だけめちゃくちゃ混むんですよ。ここの午後湾岸線西行き、この真ん中車線と一番左側車線が次最後終点です。ロックアイランド北という終点の方に行くんですが、この一番右車線は住吉浜インターか住吉浜出口から、マヤに行ったりとか、あと魚崎浜で降りたりもするんですけれども、このように一番右から攻めました。左またすぐ分岐があって、左手これ魚崎浜出口です。で、乗り継ぎって書いてるこの分ですね、右側はこれ ETC 車は別にあそこ通らなくてもいいんで、現金で来られてる方で阪神高速3号神戸線に乗り継ぎたいよっていう方は、今の乗り継ぎって書いてる方で、乗り継ぎ券発行してくださいってお願いしてね、券もらってください。そしたらまた新たに1350円だけ、ちょっと忘れましたけれども、ちょっと忘れたというかね、 ETC でしか金払ってないんで、現金で払ってないんで、ちょっといくらか分かりませんけれども、マヤインターに行った時にもう一回お金取られなくていいよっていう、その券を渡して、乗り継ぎですか、はいはいみたいな、そんな感じで処理できます。阪神高速ここまで、午後湾岸線はここまで、住吉浜出口です。で、このバイパス道路合流しました。これ60キロの道路、このままね、この道路まっすぐ行きますとハーバーウェイというのがございます。ハーバーウェイ有料で ETC 使えません。なので私はハーバーウェイ長らく使っておりません。7、8年使ってないかな。別にね、100円か200円やから別に通ったらいいんやけれども、便利やしね、立て替えるのが嫌なんでね、現金を会社帰ってレシート渡して返してくれって言って、金庫の中に細かいのがないわとか言われる、そのやり取りが嫌なんで、もう渋滞はまって10分20分遅れようかね、ハーバーウェイみたいなもん通るかみたいな、そんな感じですけども、はい、今日は天気がいいので神戸の街が綺麗に見えますね。私の喋りが余計やね、これ景色綺麗ね。まもなく斜め左方向です。はい、これここの分岐まっすぐ行ってしまうとハーバーウェイ有料になります。 ETC 使えません。そしてここの出口、高羽出口、ちょっと読み方がわからんけども、忘れちゃいかんのがハイギアで今まで走ってきたんですけども、信号で止まったのでローギアでスタートしてます。ローギアに切り替えてます。今の発進2速使って、ほんでかなりクロスギアでね、ギアきついんで2速4速で、今6速です。1速飛ばし、奇数の方のギアは使ってません。
キアがねクロスしてるって言って、あのすごく近いんですよね。2速から3速に入れたりしたらもう近すぎて、うん、あのすごくしゃくってしまうというか、めちゃくちゃ荷物積んでて重たくて、あの坂登らんわっていう時に、その高回転を回転数維持したいわっていうことをやったら2速から3速入れたりするんですけども、まあ今も満タンは積んでるんですけども、ちょっと別に平坦地走ってますのでパワーいらんのでね、ちょっと間のギアが余計だから、今までの普通のトラックでしたら2速から3速に入れたりするんですけども、普通のトラックと違って、普通の6速とか7速で切ってるトラックと違って、これ9速まで切ってあるので、あれです、あの2速から4速に入れてるっていうのは、あの3速を間飛ばしてるっていうのは、普通のトラックの3速が4速ギアに当たるぐらいの、ちょっとややこしいかな、そういうややこしい車なんですよね。上り坂がきつくて坂が登らんって言った時にギア1段落としたいよって言って、で1段落としたら落としたで今度あの回転数が高くなりすぎてとか、ちょうどいいパワーが得られへんなみたいなことになったりするかと思うんですけれども、それでギア刻んで細かくしてね、あの対応するっていうか、何のためにそんなことしてるかというとエコのためです。エンジンにパワー持たしたら別にそんなギア刻まんでもパワーがあったらアクセル踏みゃ走るんですけれども、この車はねエンジンパワーなくて、全然力ないんですよね。力ないのをどうやってごまかすかというと、そのギアを刻んでなるべくその最適ギアで走らせてね、あのエンジンじゃなくてそのギアでごまかすみたいな、そんな作りになってるんですよね。そんなエコのために我々ドライバーがこのローギアハイギア、しょうもないね、誰か考えたんかしら、この迷惑なこのシステムに毎度毎度宿泊させられると。現在7速です。9速まであって7速、 4,50 キロで走るときにね、高速道路で使うようなギアなんで使うんだみたいなことなんですけれども、ローギアで45キロ出えへんわぐらいのギアで走るとついていくのしんどいんですよね。これこのイスズの変な車乗ってる人じゃないとこれは分からんか、言ってもね。前のローリーチョコレート積んでんの？品名チョコレートって書いてますね。最大積載量1万リッター10キロで、最大積載量11トン、チョコレート積んでんのか。チョコレートってカカオとかあの豆じゃなかったっけ、ね、もう液体になってるんか。これ5速でしょ、これまた3速に落とすんですけども、中途半端なスピードの時に困るんですよ。何速にしようかなって最適なギアに入れない。勝手に切れたんだ。一番大事なところで切れましたが、こちらがマヤ、インターの料金所です。西向き、
阪神高速3号神戸線に、乗り継ぎました。制限速度60キロです。生田川まで1キロ、京橋まで2キロ、月見山まで11キロです。阪神高速3号神戸線西行き、明石方面行き、まもなく生田川の出口右手です。ご注意ください。追い越し車線の方にいないと、右側にいないと出口出れないんでご注意ください。生田川出口は、まあ国道2号線に出てくるんですけれども、なんだ、阪神高速32号新神戸トンネルか、こちらの方に乗り継ぐこともできます。はい、こちら右手生田川出口です。出口出られて右に曲がってまっすぐ行くと新神戸トンネルの方に行けます。左手から合流してきます。生田川インター入り口です。生田川は上下線とも両方とも出口入り口両方ございます。およそ300メートル先右方向です。まもなく右方向です。阪神高速3号神戸線西行き、制限速度ずっと60キロです。若宮のカーブのとこだけ50キロになったかもしれません。まもなく京橋インター出口、出口およびパーキングですね。出口は今のところで出られて、パーキングエリアはこちらからになります。京橋インター入り口とパーキングエリアからの合流になります。6時27分から、あれやね、パンクしたりなんや、多いね、さっきから。2台目やん、もう。ここのカーブなんですけども、皆さん結構スピード落とされるんですよね。慣れてる人はね、めちゃくちゃ飛ばしてくるんですけれども、あんまり走り慣れてない人結構スピード落とされるんですけれども、スピード変えなくて大丈夫ですよ。60キロ全然曲がれますんで。まあこの辺りね、事故してるとかいうことはあんまりないんですけども、渋滞結構するんですよ。先ほどの摩耶、生田川、京橋、柳原、この辺り上下線とも、まあ、カーブのせいやとは言いませんけれども、あとマヤの場合、出口の信号からずらーっと乗り継ぎ状になってますんで、ね、出口のところからずらーっとつながるということで、本線までつながって渋滞みたいな、左側車線1車線潰れて本線までずらーっとつながりますみたいな、そんな渋滞が毎日4キロとかいう渋滞が毎日発生してますけれども、京橋の次ですね、柳原出口、柳原出口、柳原は入り口なかったんちゃうかな、多分。
柳原出口も右手に降りていく形です。ご注意ください。あ、あるわ入り口。ここ入り口ですね。柳原の入り口ここです。出口の手前に入り口がございました。およそ2キロ先、分岐を左方向です。入り口名前違ったかな。柳原西とか東とかそんな名前ついてたかな。そういえば、はい、柳原出口が右手。6時半になりました。はい、ここにスピードの取り締まりのカメラがございます。港川まで1キロ、月見山まで5キロ、姫路まで53キロです。このあと港川、あと1キロで港川なんですが、港川はインターで出口入り口ございます。でそれだけではなくて31号やったかな、神戸山手線っていうのがあるんですよ。まあ それに行けるんで、港川ジャンクション、まあ、直接行けるのは西行きのみで、東行きからは31号に入ることはできません。31号からの出口合流があるのは東行きなんですけど、ちょっとややこしいんで言うのやめときましょうか。だから31号山手線に西向きの、ね、こちら姫路方面行きで走ってたら31号に行けるんですけれども、31号から西向きに入ってくる車はないんですよ。31号からは東行きにしか出れないっていうことで、ちょっとややこしいですけどね。港川ジャンクション、港川ジャンクションです。出口と31号、神戸山手線に行く方とございます。ここね、港川インター入り口すごく危ないんでご注意ください。車見えた瞬間に当たるぐらいの、このこんだけしか滑走路ないんでね。たまたま合流の車が来とったら、もう右手になんか車並べられとったら、もうハンドル切られへんかったら、もう急ブレーキ踏まなしゃあないみたいな、そんなことになるかと思います。ご注意ください。若宮まで1キロ、月見山3キロ、姫路51キロ、33分になりました。新しいルートでご案内します。まもなく右方向です。続いて新しいルートでご案内します。およそ300m先、右方向です。引き返させようとしてるな。若宮の出口です。入り口はございません。阪神高速3号神戸線西行き、明石姫路方面行き、制限速度60キロです。60キロですが、この若宮を越えて急カーブが続くんですけれども、あそこだけ50キロやったかもしれません。ちょっと行ってみましょう。目の前に若宮の出口のすぐ手前に速度取り締まりのカメラございます。ご注意ください。はい、ここからやっぱ50キロになりますね。ここから50キロ、若宮出口、若宮出口、新しいルートでご案内します。ここのカーブがね、結構きついんですよ。別に60キロでも曲がれるんですけれども、ちょっと椅子のトラックはね、足回りふにゃふにゃなんで、もう傾いてしゃあないですよね。ピーピー言ってますよね。別にスピード的に曲がれるんだけども、ほんとね、足回りふにゃふにゃすぎて、ひっくり返るんちゃうかいぐらい傾くんですよ。椅子安いんかな、なんで椅子のトラック買うかな。もう足回りは柔らかいし、すぐへたるし、
ギアもおかしいし、パワーないし。あんまりイスズの悪口言うとあれですけどね。はい、最後の出口です。月見山出口。月見山出口が阪神高速最後の出口です。阪神高速はここまで。3号神戸線ここまでです。はい、ここから0キロポスト、0キロポスト、第二神明道路の0キロポスト、この上り坂制限速度50キロです。登らんなぁ、ギア落とさんと登れないですね。もう若宮のカーブのところからずっと制限速度50キロです。須磨料金所、本線のあの料金所を越えますと70キロに急に上がります。第二神明道路は制限速度70キロの道路です。月見山トンネルが230m、第二神明道路1キロポスト、あと 500m ぐらいで料金所になります。大谷ジャンクションまで 2.4 キロとございました。須磨料金所、第二神明須磨料金所、私はこのいつも行き市左から2番目を通ります。そうすると自動的にこの左車線に入ってくると。はい、こっから70キロです。垂水パーキング1キロ、明石サービスエリア16キロです。明谷ジャンクションまで2キロ、はい、ここが2キロポストです。高倉山トンネル 579m。 反対側の大阪方面行きはね、右ルート左ルートあるんですけれども、こちらの西向き姫路方面行きは分かれておりません。東行き の、その右ルート左ルートの分に関して、今現在、本日現在は左ルート工事中みたいですね。はい、垂水パーキングエリアです。6時38分、3キロポストに垂水パーキングエリアがございます。この先合流があります、注意してください。垂水パーキングエリアは食堂とセブンイレブンがあるみたいですね。結構混んでるんでなかなか止めれないですけどね。かなりきつい下り坂が続きます。明谷ジャンクションまで 500m。 明谷ジャンクションは第二神明北線、山陽道、神戸淡路鳴門道などに行けます。あと明谷の出口もございます。夏場海水浴シーズンになりますと、もうこの辺からつながって渋滞してますけどね、淡路島行くのにね。はい、淡路島とか徳島行かれる方は左に、明谷ジャンクション左に行ってくださいね。明谷ジャンクション6時39分で 4.3 キロポスト、まあ、4キロポストあたりで明谷ジャンクションでした。はい、ここからちょっと坂きついです。 5% の下り坂、ちょっとスピード乗りすぎるんでご注意ください。明谷インターの入り口合流かな、
30分です。何キロポスト、 5.2 キロポスト。はい、きつい下り坂が終わったら次きつい上り坂になります。しっかりアクセル踏んでください。乗用車の方も70キロの道路なんで、ここをね60キロとか50キロとかボーッと走って失速すると大変迷惑いたします。アクセルしっかり踏みましょう。私の車は今現在 7速ギアで2000回転で70キロぐらいで走っております。7速のままで登れるかな、この坂。一応ここから途半車線になってるんですが、途半車線走ってしまうと本線に戻るときに右側並ばれたら本線戻れないよって、あの進路妨害されてしまったりっていうことがたびたびありますので、一応失速でもしない限り私は途半車線使いません。もう右も左もガラガラなんで好きなように抜いてくれみたいな感じですよね。まあ、金曜日の朝6時41分ね、通勤の時間にしては車いないですね。はい、高丸インター出口、高丸インター出口 6.7 キロポスト、高丸インター入り口6時41分 6.9 キロポストですね。はい、きつい下り坂がやってまいります。多摩津インターあたりまでは上り下りかなりきついやつが連続します。速度の上げ下げご注意ください。乗用車はねアクセル踏むだけとかブレーキ使わんでも別に走れるかもしれないけれども、トラックトレーラーはちょっときついですよ、この上り下り。速度調整だけで大変ですね。だからこれ今減速かけてるからね、70キロそこそこで走ってますけれども、減速かけんかったらね90キロ超えて100キロぐらいまで出てしまいますからね。まもなく下りが終わりまして、今度きつい上りが始まります。8キロポスト超えました。この8キロというのは、月見山の出口を越えたあたり、あのあたりに0キロポストがありますので、まあ第二神明道路、あのスマの入り口料金所、あれのそうですね2キロぐらい手前から0キロポスト待っております。はい、現在地点 8.6 キロポスト、スマから6キロぐらい来たかなみたいな感じですね。はい、登り切ったらまた今度下ります。9.5 キロポストあたり、大倉谷インター出口6時44分です。大倉谷インター出口、ここ入ってくる車多いのでご注意ください。大倉谷インター入り口です。大倉谷インターの入り口 9.9 キロポスト、まもなく10キロポスト、大倉谷インター入り口でした。多摩津4キロ、大久保9キロ、姫路37キロです。第二神明道路制限速度70キロです。ここからまたあの急な下り坂 5% の長い下り坂が続きます。速度ご注意ください。ないかんぐらい、普通に排気ブレーキだけで止まられへんぐらいやっぱりきついですね。
1キロポスト6時45分 11.1。 今日天気良さそうですね。2020年4月24日金曜日です。朝の6時46分夕方ではございません。はい、こちら伊川谷ジャンクションかな、7号北神戸線からの合流になります。7号北神戸線というのは阪神高速7号北神戸線です。左手の合流かなり長いんですよ。 600m すごく長いね。なので、あの、慌てて合流しなくて大丈夫ですよ。 12.7km ポスト6時47分はい、ここから先長い下り坂になります。田松まで 2km、田松はインターです。田松インターです。出口入り口両方ございます。で、この長い下り坂の途中に標準時4号線がございます。13.5km ポスト、東経135度日本標準時4号線超えました。47分。14km ポスト、残り1km ぐらいで田松インターです。7時前やったから少なかったんかな。でも普段はね、もうこんな6時台とかもう渋滞してんのっていうぐらい混んでるんですけどね。新型コロナウイルス の、 あの外出自粛の影響でかなり交通量減ってるんじゃないかと思います。田松インター出口6時48分15キロポストですね。はい、15キロポストです。田松インター出口越えるとすぐに左手入り口の合流がございます。 15.2 キロポストから合流いたします。田松インター入り口 15.3 キロポスト6時49分、大久保まで3キロ、明石西まで8キロ、姫路まで32キロです。制限速度70キロ。明石サービスエリアまで2キロです。明石サービスエリアは食事するところと、あとエネオスのガソリンスタンドがございます。
明石市に入ります。また神戸市に戻ったりするんですけどね、ここの道路もややこしいんですよ。神戸になったり明石になったり。比較的道路空いてるんじゃないでしょうか、まあ、月末の金曜日にしては平和ですね。18キロポストです。18キロポスト6時51分明石サービスエリアの入り口です。この先合流があります。注意してください。 18.1 はい、越えますと左手からすぐに、明石サービスエリア出口合流になります。 18.4 キロポストあたりで合流いたします。一番左側車線は出口合流なんですが、そのまま左車線なくなりません。大久保インター出口がございます。大久保インターを越えますとまた2車線に戻るんですけれども、の出口 19.4 キロポスト6時53分です。この先合流があります。注意してください。大久保インター入り口合流、同じく6時53分 19.8 キロポストで合流いたします。はい、また神戸市に戻るんですね、ここね。はい、明石西まで4キロ、姫路まで28キロ、20キロポストです。まあ、月見山と須磨の間ぐらい、あの辺りから20キロやってきたということですね、ここまで。で、姫路まで28キロなので、まあ、大体須磨の辺りから姫路まで48キロあるのかな、みたいな、そういう計算になるかと思います。まあ、これぐらいのペースで走りますと、その48キロは4、50分かなみたいな、そんな感じですね。はい、加古川バイパスから先はまた別の動画作りますので、この辺りで一旦動画切らせていただきますね。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。21キロポスト、内部乗用車多いですね。一応大阪府と兵庫県は真っ先に緊急事態宣言発出されましたので、不要不急の外出は控えてくださいということで、世の中はそういう風になってるんですけれども、結構多いですね。やっぱり朝7時前になってようやく車多いなという感じになってきましたね。でも普段この外出を自粛してくださいみたいな、このね、緊急事態宣言でもなければ、もうこの辺から渋滞して動かないみたいな、そんなことも十分あります。明石西まで2キロという看板が見えてきましたけれども、明石西のその料金所からずらーっと4キロ渋滞とか、22キロポスト。まあ、そういうのが普段はあるかと思います。明石西で料金所で一旦ね、生産があるので皆さんスピード落とされるから一時的に車多くなるように見えますが、今日はねこんだけしか車いないんやったら全然少ないかと思いますよ。平日なのに、これ土日の朝の6時55分この時間であればね、分かるんですけれども、はい、明石市にまた入りました。神戸市と明石市が入り乱れてるんですよね、この辺は。
間もなく終点明石西です。第二神明道路終点明石西、はい、終点まで1キロ23キロポストです。終点のあたりが 24.2 キロぐらいが終点かと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。本日現在98名かな。私の目標1000名なので、あと902人、もしよろしければ登録お願いします。ここから50キロに制限速度下がります。明石西料金所まで 500m、 料金所左手が明石西出口ですね。で右手が加古川バイパスにそのまま入ります。明石西で出口出られる方は左の方行ってくださいよ。 こっちが来たらダメですよ、はい、第二神明道路明石西料金所です。越えたところで切ります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。